中のね、いいっすね、全部キラー的な発言してくれてて、全部キラー対決だ、うん、真の全部キラーが決まりますね。そうですね。さあでは見ていきましょう。追い詰められた最瞬間ソル熊本だが、大将には全部キラーシュートがいる。はい、さあ最瞬間ソル熊本シュートマリザー、対するは竹内ジョンらしいの、いってみましょう。お願いします。でこの組み合わせなんですけど、結構このマリーザがグラディウスで中距離解決するっていうキャラだと思うんですけど、そこに対して結構対処法がラシドあるんで、はい、ポイントになってしまいそうです。でワールインドショットが足元を攻撃するんで、うん、おっしゃってましたよね、グラディウス取れないですとか、グラディウス対空に対してもジャンプ強パンチが2段技なんで取れないとか、そういうのがあるんですね。さあここ上から来て、さあまっすぐ、おっと前ステッからの崩しが効いている。まずは竹内ジョン、ちょっとミスが出てしまいましたけど、すぐフォローできましたね、うん、大将戦は3試合選手で勝利条件となっております、いわゆる BO5。 さあモダンマリーザのシュートに対してのジョンのクラッシュクラシード、おお、さあスカイハイに対して打ち落とし成功。そこは打撃からのこの攻め通っている。さあしっかりと倒しきり、最後はファランクス、お見事シュート。かなりシュートはしっかりしゃがみ強パンチ対空狙ってますね。グラディウス対空に頼れないって組み合わせなんで、そこの意識合いも非常に重要になってきますが、非常にいい精度で対空ができています。さあ中距離なかなかジョンとしても前に出にくくなっている。さあ早い下段のラッシュ下段でしたが、ここにもスクトゥム待ってました。エンフォールド、さあ早くも2回目、うん、1回目は飛べたんですが、それでも打ってってる。あ、これ来ましたよ。さあ来た、ユッサールからのどんな嵐になる。そこは落ち着いた嵐か、飛ばして難しい段だが、一発投げてからの画面端、2発が強いぞ。うおっと、下がっている。さあやっぱ届いた。さあミスからインパクト打ちづらい。さあ相手はモダンマリーザ、インパクトにやられない。出したから使うっしょ、崩してからのアポロウーサで、さあどうだ、時間はかなり稼げている。シュートもっと回復できそうですね。そうですね、どう動くか。ここから前に出る、ファランクス命中。まずはシュート、これねおそらくなんですけど、はい、イウサールミスのパリーじゃないですかね。なるほど、はい、結構何度も、まあ、基本的に今そのイウサールをパリーで入力することで、はい、そのイーグルスパイクが出ないようにするっていう、まあ、どのキャラでもできる SA をこう入力するテクニックなんですけど、はい、なんで今食らっちゃったのかなと、イウサール出たでしょっていう感じでちょっとコマンドを入れて、はいはいはい、さあしかしシュートがいいリズム。さあこの画面端スタン攻めになる、はい、さあジョンのラシードの体力がどんどん減っていくか。このエンフォールドも飛んでいる、かなりエンフォールドを増やしてますね。そうですね、貪欲にいってますが、竹内ジョンもそこは読み勝っている。えっ、さあここでグラディウス対空やったんで、グラディウスやった、さあバーッとしたぞ。ジョンはどうする、ゲージは一つ、スーパーラシードキックアールが捕まった。エンフォールドはここから来る、すっごいインパクト、最後はインパクトを壁に打ちつけて、ゲージありがとう。さあシュートのマリーザに死角なしか、ここまでは素晴らしい内容。さあハメコさん、はい、かなりシュート、わーやる、わー来たー、これはもう本当にモダンの強み、うん、シュートがこの試合を掌握しつつあるような、触れてますしね、まあその密着の夢も相当シュートは勝っている。スクテムもかなり当たっている。そうですね、やっぱりこのジョンが相当攻めてくるってことで、はい、いやーメテオリティス捕まえた、嵐消えてる、しかも嵐がもう過ぎ去っている、大変なことになっている竹内ジョン、これは危ない、壊れちゃう、すごい拳が当たって2対0。さあ真の全部キラーはシュートなのか、メテオリスの打ちどころ良かったですね。ユーサールを使った攻めで、どうせマリーザの火力あるっしょっていう感じの、はい、うん、そういう動きも見ますね。さあ見ていきましょう。対照戦は2対0でシュートが優勢。インターバルを経て竹内ジョンはどう対応してくるか。待てる、坂本橋近いぞ、上はダメ。
そこで相足か。なるほど、入れ替えを選択。しかしジャスパリーの応酬、画面端が目まぐるしく変わる。上、これはいい時、ここも入れ替えた形、ジャンプ入れ替えさせない。さあ画面端をキープしているのはジョンだが、ここでも相当なダメージ。SF1 毎中 P ターゲットの確認量自体は19フレームぐらいあるんですけど、タッチを確認しないといけないんでね、難しい。しっかりやりましたね。全部パリーして飛ばして画面中央へ、ちょっとした2ゲージ貯めてユーサイルを狙いたい局面。上っ、横から来る。しかしバックステをうまく使っているのはシュート。ドライブゲージがお互い危ないぞ。そうですね、立ち空気空気とうまく暴れていた。さあリターンを取って投げは抜けている。バーと持ち替えがどうする。来たー、膝から入った。えらい。さあリマカイルズ、そしてしっかりと踏みつけてシュートがリーチ。前強キックラッシュってすごい強い攻めになってるんですけど、ヒット確認中継中攻撃ってかなり難しいんですが、はい、完璧でしたね今ですね。追い詰められた竹内ジョン、ユーサールを呼んで、これは前歩きガードパリーしますよね。ドライブゲージないんで、あ、バウンドバウンドさせてオリンスター風のリー、今後は無事か。さあまだチャンスは続く竹内ジョン、今後はオーディオリー倒してる、しっかり。さあ初めていい形が作れました、はい、竹内陽。やはりこの風を使った気流操作を使った、強化ミキサーガン、本場本場シーズンに火力の出るポイントでしたね。来たぞ、そこも早くもユーサール竜巻を呼んで、さあ当たっている。さあミキサーからのまだ竜巻を後ろにあります。スカシゲダンの形出るぞ、またもや上まで行ってからのできずだが、さあ画面端かなりの体力差ついた。おっと無理やり、さあ巻き込まれた形。ただ下からシュートの SE ゲージある、使っていきますね。さあ依然としてリーチはかかっている。シュートのマリーザ、このラウンドを取れば延長戦へ持ち込める。大将戦の対決、うわ危ない、怖い、危ない、うわやばいやばい、目の前ドライブゲージが、さあ、柄木のジョンバラシードに、さあ、思いっきり拳を打ちつけていく。お見事、大将シュート。3対0で20ポイント獲得、これで延長戦へ。強っ、いや強かったですね。